漆黒の闇に光るリンゴマークと一筋の亀裂。表面のガラスにひびが入ってしまった MacBook Air である。生ハゲ電気紹介です。MacBook Air M1 2020、画面がひび割れたこの個体ですが、ギリ使えてます。1週間ほどこの状態で使ってみましたが、少しの違和感はあるものの、調べ物や事務作業ではそれなりに使えました。右上の時刻を見た時に何分表示がわからないのが少し残念ですが、いずれは状態が悪化していく可能性が高いので、ここは素直に修理していきたいと思います。いつもは両面テープと格闘して液晶パネルを引き剥がして交換するのですが、今回は少し額をして画面ユニットの単位で交換しようと思ってます。交換する画面ユニットです。ただ懸念があります。この画面ユニットが付いてたモデルはMacBook Air 2020前期モデル、 M1 が搭載される前のインテル搭載機なんです。見た目は全く同じです。制御ボードも同じように見えます。とりあえず取り付けてみましょう。仮組みで動作の確認をしてみます。何も表示されません。トラックパッドのクリック感はあるけど、画面のバックライトはついてないようです。起動音が鳴ったから、起動中だと思うんだけど。再起動したのか？キャップスロックキーを押しても、ランプは点灯しません。画面がつかないどころか、まともに起動しません。液晶パネルにぶら下がってるボード、正式にはタイミングコントローラーボード、通称 T コンボードと言います。 T コンボードの役割は、ロジックボードからの映像データを液晶パネルの膨大なピクセルに正確なタイミングで送ることで、画面の滑らかな表示や色の補正、輝度の自動調整などを行うことです。その制御機能は、M1 もインテルも変わらないはずなのですが、へば、何が違うんだべが。ここに、部品を識別するための EEE コードというものがあって、モデルによって異なっていますが、どうもその違いを読み取って、こいつは適正かどうかを判別しているようなんです。せば、このTコンボードを入れ替えればいいんでねべが。と、ひらめいたとこで、実際にTコンボードの入れ替えをやってみたいと思います。まずは M1 機の割れた画面ユニットからTコンボードを分離します。ボードとケーブルはハンダ付けされているので、ハンダごてを当てて接着されてる端子のハンダを溶かしながら分離していきます。
奥の方が接着剤のようなものでくっついてるので剥ぎ取ります。ここで必要なのは T コンボードなので、 T コンボードの方をきれいに整えます。左側のケーブルも同じように分離します。M1 機から T コンボードが分離できました。インテル機の画面ユニットからも T コンボードを分離していきます。使うのは液晶パネル側なので、ケーブルを損傷しないように気をつけます。インテル機から T コンボードが分離できました。ケーブルをきれいに整えます。それでは M1 機から外した T コンボードをインテル機の画面に移植していきましょう。うまぐいぶべがなー。接続するときに端子がずれないようにするための合わせマークがあります。ケーブル側の四角い透明な窓からボード側の四角いマークが中央に見えるように合わせて位置決めをしていきます。下の胴体にもハンダが溶け込むように、ハンダごてで十分に熱を加えます。左側のケーブルも同じように位置決めをして接合していきます。T コンボードの移植が終わりました。
それでは、仮組みの状態で動作確認をしてみましょう。リンゴマークが表示されました。これだば大丈夫でしょう。選択したディスク上のバージョンの MacOS は再インストールする必要があります。多分再起動で復旧するでしょう。少し違和感があるけど、こんなのも大体再起動で治るでしょう。色がおかしいねが。ケーブルのハンダ付けが不完全だったべが。もう一回ハンダごてを当てれば改善するがな。とりあえずハンダごてで再加熱してみます。見た感じ RGB の赤が抜けてるような気がします。ボードとケーブルの接続点に問題があるか、ケーブルを損傷させてしまったか、ボードを壊してしまったか、まずやれることはやってみたいと思います。これでなんとだべがな。ダメだったがー。2019年モデルから画面表示にブルートーンの機能が追加されました。ブルートーンとは、周囲の明るさに応じてディスプレイの色温度と明るさを自動で調整する機能です。画面のカメラ横に埋め込まれている環境光センサーがその色と明るさを検知して機能するのですが、この環境光センサーにはキャリブレーションデータが含まれていて、ロジックボード側で保持されているので、画面ユニットを交換するとブルートーン機能が無効になってしまいます。今回の修理ではブルートーン機能が無効になることを承知の上で交換したのですが、あのような表示不要になることは想定外でした。ブルートーンが無効になったとしても、あのような色味にはならないはずなので、おそらくケーブルのどこかを損傷させてしまったのではないかと思ってます。結局、液晶パネルを交換する修理になったので、Gコンボード付け替えの作業と合わせると、倍以上の手間がかかってしまいました。Mac のニコイチ修理は、だんだん敷居が高くなっています。民衆はアニメに手を出すんでね。という、天からの声なんだべが。ご視聴ありがとうございました。これからも修理にチャレンジして、イグドー。へば、まだな。